播州名産の手延べそうめん揖保乃糸の魅力や歴史を紹介する辰野市の揖保乃糸資料館そうめんの里で入館者が300万人を突破し、記念のセレモニーが行われました。辰野市にある揖保乃糸資料館そうめんの里は、揖保乃糸のブランドで手延べそうめんの生産量日本一を誇る播州手延べそうめんの魅力や歴史を伝えようと1997年にオープンしました。館内には昔ながらの手延べ製法でそうめんが製造される工程が学べるほか、地元の特産品の直売所やレストランなどがあり、例年京阪神などからおよそ10万人が来館しています。今日300万人目の入館者となったのは、会社の休みを利用して訪れた姫路市の井山ありささん。今回が2度目の来館という井山さんに、井上館長からそうめんの詰め合わせや旅行券などの記念品が贈られました。今すごいびっくりはしてます。レストランに入ったんですけど、そこで食べたおそうめんがすごく美味しくて、気温も最近高くなってきてて、あっさりしたも食べたいなと思って来ました。今姫路に住んでて、近くにこういったね、揖保乃糸さんのおそうめん食べれるレストランがあるので、また機会があれば来て食べに行きたいと思います。そうめんの里では、今後も弾力とコシがある播州手延べそうめんの魅力を伝えていきたいとしています。